ひょっとしたら皆さんの中にもそれはそれで今仕事充実してるって人多いと思います。でも立ち止まって考えた時、このまんまの延長線上の10年20年35年後で本当にいいのかなって思いました。何が起こるか漠然としてわからないこういう時代の時、どうやって自分自身を常にいい状態で保てるかっていうスキルがむちゃくちゃ必要になってきます。自分で自分を元気にするスキル、どんな状況からでも人は変われるというのは私自身証明できるんじゃないかと思います。結局外で何が起こってるかを自分がどう解釈して、そこに向けてどういう行動を取るかによって幸福を決まるんじゃないか。そのためのスキルは3層に分かれているというのを発見しました。真ん中のコーチング、一言で言うと本人がどうしたいか見つけて実現させる。で、世の中そうは簡単じゃないですよね。本当にやりたいことを見つけて叶いましょうだけでは済まない。つまりカウンセリング領域、実はちっちゃい頃父親と母親との間で否定されて自分に自信がないと、もしくは前職でパワハラ上司に怒鳴られて自分を自信なくした、カウンセリング領域が必要だったりします。特に皆さんの中で会社で出世したい人は、これから厚生労働省だと50人に1人の割合で障害者を入れないとダメっていう決まりができたということは、もうカウンセリングはできないで出世はないと思ってください。一方でフローゾーン、なんだかわからないけど勢いに乗ってる、これ理屈で説明できない経営者もたくさん見てきました。もう本当にむちゃくちゃなことやってんのに、東証一部上場してて、90分ぐらいお話してて、1秒たりとも話が合わないですよね。もうわけわからないことを言ってやってんのに、すごい数字が出てて、これはこれでちょっとコーチングやカウンセリングが通用しない領域の人たちがいるというのもいっぱい見てきます。人間って何のためにが見つかったらやるんです。やれる技術よりも何のためにやるのか動機が湧いた時、人間動きます。これは部下もメンバーもそう、上司も部下も他部署の人もそう、考え方価値観違う人もそう。人間ってその相手のポジションでこれのためやったら頑張ろうって出てきた瞬間動いてくれる。これを相手から引き出し、自分からも引き出し、みんなにとってテーブルに置いて何がみんなにとっていいかを作り出す。ミスって絶対なくならないです。ゼロにはできない。でも信頼ができると強いんです。これはお客さんであれ、上司であれ、部下であれ、他部署の人であれ、彼がどんな思いでやってるのか、どんなスタンスでやってるのか。私の師匠の福島正信先生っていう人から聞いた話で、モスバーバーはフランチャイズで、ネオはまあいろいろ他の仕事をやってきて成功したり失敗した40代50代の方がモスバーガー経営するわけですよ。で、まあできれば年末年始休みたい。でも年末年始は書き入れ時、店開けた方がいい。スーパーバイザーっていう大学出たての経営の経験がない23、4歳の人がいて、店長、書き入れ時なんで年末年始開けましょうって言うわけですよ。聞くわけないでしょ。大卒で何もよくわかんないくせに、俺は苦労してここまで来てんだと。お前の言うこと聞いてたまるか、なんです。専門スキル、ビジネススキルで言うと、はるかにこの40代、50代の経営者の方が上なんですよ。ただし、唯一聞いてくれる方法があったそうです。どういうことか。この23、4歳の子が、この店長よりも、このお店のことを考えてくれてるっていうのを、店長が気づいた時、動いてくれたそうです。誰よりも早く行って、店の周りのゴミを拾ったり、誰も舌知れず、トイレとか磨いてたり、あ、この子は、俺よりも俺の店愛してくれてるなって思った瞬間、その子が、年末年始、開けませんかって言われたら、わかったになるんですね。これも信頼。こんな風に専門スキル、ビジネススキル大事だけど、コミュニケーションスキルで信頼が勝ち取れたら、どんな人の心も動かすことができる。チャンネル登録お願いします。次回の動画で会いましょう。